モッチ先生と学ぼうよ英文法第46回 SV+WH プラス、WH、説講師はモッチ先生こと持田哲郎この動画は東京関口文法能力開発が制作し お届けします。はい、皆さん、こんにちは。もちだです。今回は S v、SV プラス WH 説というお話をしてまいります。まずは SVO という文型を確認しておきたいと思います。 でこの文型は名詞動詞名詞っていうパターンでしたねで。左側の名詞が主語、右の名詞が目的語っていうパターンです。真ん中実語同士ですね。で、この右側の目的語という名詞の位置に、この名詞のまとまりの5つのパターンですね。はい。これを入れることができますよっていう話なんです。はい。これを、はい、目的語の名詞の位置に、 代入することができるわけです。え実際にどえ代入したパターン、拡張したパターンを見ていただきますと、まずは名詞同士、従属接続詞プラス分。これが SVO になると。名詞同士 WHO プラス分。これも SVO。名詞同士、To 原型、不定詞ですよね。これも SVO。 そして、名詞動詞原型イングの形。この形も SVO と。こんな風に展開していきます。で、SV プラス WH 説なんですけれども、えー、このパターンの仕組みはですね、名詞動詞名詞のね、右の名詞の位置に WH5 プラス文が入ると。はい。 で、この形が主語、述語、動詞、目的語の SVO という文型になると。うん。右の名詞、目的語の1に WHO プラス文が入ってます。ですから、このパターンでは、動詞の後に続く WHO プラス文が目的語になっていると。で、目的語になっているっていうことは、名詞と同じ働きをしているってことになるわけですね。 ということは、この WHO が、ここでは文に名詞の働きを与えていると。そういうふうに考えることができます。じゃあ、どんな動詞がこのパターンを取るかっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、文形っていうのがですね、えー、確認になりますけれども、動詞の方でしたよね。 で動詞の型である文型っていうのは、基本動詞以外は動詞の意味で決まると。うん。ということはですよ。はい。WH 説が目的語として取れるかどうかは、動詞の意味によって決まる。ということになります。はい。具体的な例をリストにしますと、まず疑問に思う。 というグループの動詞、wonder, doubt, imagine とかですね。それから、答えがわかるというグループの動詞、know, see, understand などです。それから、答えを言うという意味の say, report, suggest などのグループがあります。例を見ていきましょう。I know who broke the window. 私は誰が窓を割ったか知っている。We must decide where we should go. どこに行ったらいいのか決めなければなりません。I understand how you feel. 君がどう感じているのかがわかるよと。でこの how は、実は fear の保護なんですね、まあ。福祉の働きをするというふうに前回紹介しましたが、ここでは fear の保護になっています。はい、追加の例文です。They reported how he did it. で、このハウは、あの、普通の福祉の働きをしています。どのようにですね。彼らは、彼がそれをどういう方法、どのようにやったかを語ったと。which way I should go. 彼は私がどちらへ進むべきか示してくれた。うん。which way が説をまとめてます。え、ちょっと、えー、特殊な動詞の話をしておきます。I wonder なんですけれども、 これ、あの、A 辞典の定義ですね。to think about something that you are not sure about and try to guess what is true, what w i l l happen, etc. で、自分に確信が持てないことを思い浮かべて何が正しいか何が起こるかなどを推測すると。もうまあ、和訳をつけておきましたが、こんな風な意味なんですね。自分で推測するわけですよ。で、 I wonder で、だろうかとか、かしらっていう風な動詞ではない表現に対応することが多いんで注意が必要です。はい、例文です。I wonder what really happened. 本当は何が起こったのでしょうか ?I wonder what he wanted to do. 彼は何を従っていたのだろうか I wonder whose birthday it is. 誰の誕生日なのかしら <coughs> ?I wonder if it, it will rain tomorrow. 明日は雨なんでしょうかね、うん、こんな例が挙げられます。ダウトって動詞にも触れておきたいと思います。ダウト b t ても t かが原因であったりとか、とても原因であったりとか、とても原因であった t i か、とても原因であっ こんな風に定義できます。で、訳すっておくと、何かが真実ではない、あるいは何かが起こらなそうだと思う、という風うな定義です。で、主にイグイをウェザーの説を目的に取りまして、何々なのか疑問に思う、という日本語に対応します。ただ、I doubt っていう愛が主語の形です,ですと、 何々か疑わしい、怪しいという形容詞の文に対応することもあります。はい。また品種をまたがる対応関係ですね。さあ、例を見てまいりましょう。I doubt if the boy will come. ちょっと小さい字で挙げてます。長い文も出てきますので。うん、I doubt if, if the boy will come. 少年は来るかどうか怪しい。I doubt whether he will succeed. 彼が成功するかどうか疑わしい。I doubt whether the school authorities would approve the measure. 学校当局がその措置を認めるかどうか疑問に思うと。ということで、今回はここまで。次回は説のお話をします。モッチ先生と 学ぼうよ英文法第46回 SV プラス WH 説おしまいです。次回お楽しみに。